こんにちは、熊倉重治です。Z という文字はアルファベット26文字の最後にきます。だから究極というイメージがあるせいでしょうか、自動車の名前によく使われます。だけども、Z と聞いて誰もが思い浮かべるのがこのフェアレディ Z じゃないでしょうか。今は去ること、もう半世紀近く前のことになりますが、1960年代の初め、日本の車はまだまだ世界では三流四流というふうに思われてました。その中で、形勢逆転のために、勝負に出たのが当時米国日産の社長だった片山豊さんなんですね。その頃ダットサンスポーツに起源を発するダットサンフェアレディというスポーツカーがあるにはありました。ただ、まあ古い設計だったんですね。そこで新しい欧米に、太刀打ちできるようなスポーツカーがぜひともアメリカのために必要だと、本社を説得して、苦労して開発した結果、1960年代の末に生まれたのがこのフェアレディ Z なわけです。ご覧ください、このロングノーズ、それからこう短いキャビン、いかにもスポーツカーらしいプロポーション、それで扱いやすく親しみやすく、しかも高性能ということで、それまでアメリカで猛威を振るっていた、例えば MG、 例えばトライアンフといったヨーロッパの名門スポーツカーを蹴散らして、今に至る、まあ、日本が今アメリカをはじめとして世界で非常に大きな勢力を誇っていますけれども、そのきっかけとなった、まあ、記念碑というべき車なんですね。さて、Z のエンジンルームです。アメリカでは発売と同時に、まあ、Z、アメリカでは Z と発音することも多いんですけども、Z カー、まあ、当時は日産じゃなくてダットサンだったんで、ダットサン Z、アメリカ流に発音すると That's a Z と言われたんですけども、 Z カーとして親しまれたフェアレディ Z なんですが、アメリカでは 2.4 リッター大排気量で、ロングノーズでオーバーフェンダーもつけた、仕様が、まあ、主流だったわけですね。ただ日本では5ナンバーの枠に収めるために 2000cc ということだったんです。でその代わり日本では特別なエンジンも用意されました。それが、この Z432、ちょっと栄光の、マジックナンバーなんですが432なんですね。はい、このエンジン、これは普通の Z に積まれていた、SOHC の L 型エンジンとは全く違います。432というのはどういうことかというと、1気筒あたり4バルブ、それから3キャブレーター、それから DOHC ですからカムシャフトが2本の2ですね。今では、ツインカム4バルブというのは珍しくも何ともありませんけれども、当時としては、まあ、高性能車というか超高性能車の、記号だったわけです。さてこのエンジン、まあ、型式名 S20 型というんですけれども、普通のフェアレディ Z の SOHC エンジン L 型とは全く違います。素性が違う。1960年代の半ばにまだ日産と合併する前のプリンス自動車が開発して速度記録にも挑戦したレーシングカー R380、の流れを組む、まあ、その後に日産となって R380-2 になったんですが、そのために開発された純粋のレーシングエンジンから生まれてるんですね。まあ、2000cc で160馬力というのは、まあ、今ではそんなに驚くような数字じゃありませんけども、リッター、まあ、1000cc あたり80馬力レベルというのは、普通のエンジンではとても出せない、レーシングレベルの出力でした。でまあ、このソレックス、これはあの、ドイツのソレックスキャブレーターのライセンスで、三国製作所が製作国産化した、まあ、三国ソレックスというんですけれども、ただしこの S20 エンジン、私もあの当時このフェアレディ Z とか初代の、スカイライン GTR で何回も新車テストしましたけれども、実はあんまりよく回らなかった、まあ、当時 2000cc で7000回転まで回るというのは、まあ、異例の高回転型だったんですけれども、なかなか本来の性能を出すのが難しかったんですね。で本当によく回ったのは当時の、オッパマワークス、あるいは大森セミワークス、まあ、今のニスモにあたりますけれども、そういうところで仕立てられたレーシング用だけだったんじゃないかという気がします。まあ、それでもこのエンジン、まあ、普通のエンジンと違ってこういかにも金属的な銀という、思わずドキッとするような響きですね。
特に富士スピードウェイ の、 あのストレートをかっ飛んでいくときのギーンという硬い音は、ちょっと、想像を絶する、まあ、当時の古臭いエンジンというとなんですけども、普通のエンジンを聞き慣れた耳には本当の まるでその F1 じゃないかというぐらいの、素晴らしい響きを持っていました。